イエーイ。 Hi everyone。 今日はね、メイクをメインというか、なんかこう喋りながらこうまったりでこう話しながらメイクしてるような感じでチッチャッメイクアップセッションやってみました。1個前の動画の、あ、2個前の動画かにブラの動画を撮った時に、ちなみにそのブラ今着てるんだけど、だからこんな谷間があるんだけど、その時にやってたメイク、どうやってやるんですかみたいなコメントが結構あったから、そう、それに寄せてそのメイクを再現しながらちょっとアレンジしてるけどやってみました。あ、そうで、初めましての方もいるから、初めましてチョコでございます。いつも見てくれてる人ありがとう。楽しいなみたいな、次も見たいなって思った人はぜひいいねボタンとコメントと、あとチャンネル登録もしてください。あの動画の一番最後に SNS の、 あのアクセスできるなんかフォロー先みたいな、インスタを結構メインにやってるんだけど、一番最後に書いてあるんで、もしよかったら見てください。Let's start!そう、今日本当はあのランチの約束があったんだけど、あのキャンセルになったから家でゆっくりしてたんだけど、なんか昨日寝れなくて、寝たのが朝方4時とかだったのね。だから寝たのがね、4時間、まあ5時間寝なかったぐらいだから、今ねなんかこう頭がポワポワしてる。ハイライトの動画でちょっと明るすぎて、あのちょっと下げてみたらどうですかってコメントでもらったんだけどね。で、ありがとう、もうそういうアドバイスめっちゃ欲しいから、もっとください。ちょっと下げてみたんだけど、どうかな、質感とか見えるかな。お前がちょっとね、最近ね肌荒れしてて、見て、これとこれとこれはね、昨日なんか描いちゃってさ、こうなっちゃったんだけど、あれ、まあ今日はこうちょっとゆったり話しながらというか、そう、まあいつもゆったりなんだけど、こうメイクもどういうメイクをするか全然決まってないんだけど、まあちょっとゆったりやりましょう。 OK? じゃあ最初、おお、外がめちゃめちゃ木が揺れてる、 So pretty。 最初は MAC のプレップ&プライムのスプレーで、で、クマがやばい。OK。で、ファンデーションに移りたいと思います。前ね、ハワイ行った時に買ったセフォラのレディアントルミナイジングドロップスって言って、ファンデーションに何滴か混ぜると、こう内側からこうグローするみたいな、内側から輝くみたいな感じの効果があるんだけど、いつも使ってるあのベッカのこの子。この子、ベッカのこのプライマーと同じような感じなんだけど、こっちの方は、ちょっとピンクっぽいです。私が今日使うのはいつも使ってるオバジュのファンデーションを使っていきます。やっぱりね、私ね、いろんなファンデーションを使ってるけど、オバジュが一番肌に合うの。これ使ってるとやっぱり毛穴も詰まらないし、うん、すごいいい感じ。ファンデーションでしょ、こうポンプみたいになってるんだけど、ビュッと結構多め、ファンデーションと同じぐらいの量を混ぜていきます。 I love it。 この上にハイライターをのせるとかさ、あのそれもすごく好きなんだけど、なんかもっと自然に内側からさっき言ったようにこう輝きたいみたいな、そういう演出したいっていう時はこう液体のものを混ぜた方が、あのそういう風には見せれるんだよね。声がさ、寝てないとこうやってガラガラになっちゃうんだよね。 Why? Why もないもないね。 OK、 じゃあビューティーブレンダーでポンポンしていきます。これちなみに結構ね、結構濡らしてる。 OK、 そう、こういうなんていうのかな、みずみずしいツヤが、あのドロップスを混ぜると出るんだよね。いや、潤ってるよね、パッと。先週、うん、先週あのレコーディング終わって、あのインスタのストーリーで、またインスタなんだけど、本当インスタによくいる私、
でインスタのストーリーですごい結構連日アップしてたんだけど、1週間にわたったレコーディングだったのね、ほぼほぼすごい楽しくて、もう本当にギター弾いてくださったまさこはまさんとか、あとはスタジオの NK スタジオのニラジさんとかゆうくんとか、その他もろもろ本当になんか手を本当になんか助けてくださった皆様、本当ありがとうございますっていう感じなのね。でも本当にいい経験で、自分のものこうオリジナルをこう形にする、で他の人の力も加わって、もっともっとさらにいいものにレベルアップするのってこんなに気持ちいいんだなって本当に思って、マジ感謝、本当に良かった。でさ、こう YouTube もやっぱりそのレコーディングをしてからなんかこう頑張っていかなきゃなって思えて、今までは正直言ってこう趣味範囲でなんか YouTube やってたのもあったし、だけどなんかなんだろう、自分から発信していくのってめちゃめちゃ大事だなみたいな、そう、そんなコンシーラー載せていきます。これは多分日本ではないんだけど、メベリのベタースキンの、メベリのベタースキンのコンシーラーを載せていきます。なんか他人がどういう風に思うとか、かっこよく見せたいとかそういうのじゃなくて、自分の経験の中でこう伝えたいメッセージとか、そういうのをこういうなんか動画とか歌とかそういう形で もっともっとこう発信していきたいなって思う、本当にめちゃめちゃ思えた今回で。昼間の1時からほぼほぼ毎日1週間ぐらい、朝の 4,5 時ぐらいまでいたんだけど、早くて2時みたいな感じだったんだけど、全然こう疲れなかったし、もっともっとやりたいみたいな、なんならもうスタジオに布団持ってきていいですかみたいな感じだった。当たり前にダメだけど、こう自分なんか仕事って言ったらさ、こう自分のこう心を殺してもうお金のためにやるみたいな、あれがなんていうの、考え方が結構こうメインになっちゃってるかもしれないけど、わかんない、私の中ではそんな感じがするのね。だけどやっぱりさ、こう自分がやりたいことを仕事にすればこんなに幸せなことはないしさ、だからそういう人が増えれば増えるほど、もっともっと幸せな、ね、エネルギーがもっと増えると思うしね、そういうことをすごい思ったの。Oh my gosh、 カバー全然できない。 No! Oh well, it's okay。 今日はこれもチャーミングポイントっていうことで、エアスパンでセッティングしていきます。こう外がうるさいね。いや、そう、あんまりこう長い間放置せずにアイブロウを埋めていきます。使うのはピクシーの It's Judy Time のアイパレットで、この一番、このマットの一番暗めのダークチョコレートの色を使っていきます。レコーディングしたものは、10月を目安にリリースしようと思ってるのね。初めてのことだからちょっといろいろ疎いんだけど、そう、 CD も出してお店でも買えるようにして、まあ、ゆくゆくは iTunes とかでも聴けるようにしたいなって思ってるのね。だからぜひ聞いてください。ハイライトのさ、動画、ハイライトだったっけ、違う、なんだったっけ、 What?あ、ブラブラブラ、そのメイクを今日しようとは思ってるんだけど、本当にシンプルだからいいのかなっていうぐらいシンプルだから。あ、顔がちょっとこう見えてきたね。 Yes Yes。 じゃあアイシャドウに移りたいと思います。アイシャドウは今日はカラーポップの By My Side っていうのと、あと Birthday Girl、 シマーとマットの、マットじゃないか、パーリーな感じのアイシャドウを使っていきます。
この化粧をこの前した時もそうなんだけど、ブラシを使ってないのその日はね。だからこの薬指でオレンジパールみたいなこの色をまぶた全体に伸ばしていきます。アイシャドウを塗るときにさ、指で塗るときにさ、多分ほぼほぼ薬指を使うと思うんだけど、もし人差し指とか中指とか小指はあんまないと思うけど使ってたなら、薬指を使うのをおすすめします。指の中でも一番力が入らない、力が弱い指なのね。だから目の周りってさ、すごく繊細じゃん、皮膚が薄くて。だからね、プシプシプシってこう押すんじゃなくて、一番力の弱い指で柔らかくのせてあげるみたいな。そう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 、いや、そう、こんな感じでね、すごく薄くベースを作ってあげる感じで、その上にさっき言ったブレッデイガール、こんな感じの結構ギラギラな感じで、これをまた薬指で塗ります。ほんでこれをさっき塗ったこの範囲よりも少しだけ狭めに、で、さっきのIt's Judy Time のアイパレットをこのアイブロウにのせたこの色と、このちょっとシマーのブラウン、これはなんだっけ、ゲロウェイ と、ダークチョコレートを混ぜて、下の黒目いかないぐらいまで埋めてあげます。 Yeah, that's it。 アイライナーに行きます。アイライナーはいつも使ってるヒロインメイクのリキッドライナーです。違うリキッドライナーとか使ってもやっぱり絶対このアイライナーに戻ってきちゃう。一番好き、一番にじまないし描きやすいし、どうしよう、あの時と全然違うメイクになっちゃいそう。そう、でもこれでアイライナーとあとはつけまつげをつけただけ。うん、し、なんか下手なの私、こんなキャットラインにするつもりなかったんだけど、うまくいかない時あるよね。今日使うつけまつげは、セフォラのつけまつげです。そう、オフカメラで今ねつけまつげをつけてきました。ちょっとね、顔が生きてきてるよね。これでコントアリングをしたら、ナイスなこうっていう顔になるんじゃないかなと思います。ルルルルルル、コントアリングはスマッシュボックスの、コントアパレットでやっていきます。この真ん中の色はブロンザーで、これがコントアリング用なんだけど、私はこれ2つ混ぜます。そう、なんかね物足りなくなっちゃうので、ノーズからコントアしていって、なんか私すごい行きたいところがあって、都内にあるんだけど、トランポリンパーク、そう、トランポリンしたいみたいな、入ったら全部トランポリンみたいな、そう、それすごい行ってみたいの。どこにあったんだっけ、大人600円だったっけ、全然違うかもしれないけど、でも1000円いかなかったのね。で最近ね、インスタにもあげたんだけど、ズンバがすごい楽しくて、最近初めてやった。お友達のローリーっていう子がインストラクターしてくれて、でインストラクターとしてもお仕事してるんだけど、でいいねって話をしてたんだけど、あ、じゃあおいでよみたいな、で友達のヒロミっていうことを一緒に行ったのね。ちょっとハマったかもしれない、テンションが上がってずっとジャンプしてんのここも削って、ここにさちょっと暗めのシャドウをのせるだけで、やっぱり小顔効果がすごいあるんだよね。コントアリングのちょっと上、ハイライトまではいかないけどチークみたいな感じで、ベッカの、ムードライトっていうのをのせていきます。ちょっとピンクっぽい感じの、明かりに当たるとこうちょっとパールっぽく見えるんだけど、チークっぽく今日は使います。プッシュアップのブラの動画では、このメイクにこのグロスだけを乗っけてました。これはね結構前に買ったな、ステイグロッシー、リンメルのステイグロッシーっていう本当にグロスタイプで、そう、こういう感じで
白いキラキラが入った感じ、これをね乗せただけなんだけど、今日はちょっと気分が違うからリップに、YouTube でも話題になってるジェフリースターの、コスメ、これ初めて使うもん、セレブリティスキンっていうマットリップを乗せていきます、ね、保湿をしといたからそれを拭き取って、ジェフリースターってもともとはシンガーだったんだよ。そこから自分のメイクのラインを作ったみたいな、すごく特徴的だからめちゃめちゃ私好きなんだけど、ジェフリースターのブランドの製品すごくいいよってずっと聞いてて、ずっと使いたかったから、この動画で初めて使えてめっちゃ嬉しい。 I love the color で、これはヴィーガンプロダクトって言って、動物性が全く入ってないリップで、匂いもね、ウイスキーが混ざったようなカルアミルクみたいな感じ。うん、I love it。で、これはなんか食べてもチューをしても飲んでもあんまりこう取れにくいんだって。Here。で、ハイライトはね今日はしない。なんかこう今日はナチュラルな感じでいたいなって思ったから。OK？ で、これさっきねシャワー浴びて、でモロッカンオイルをのせといたやつ。ちなみにモロッカンオイルはこれで、前動画に登場した美容師の石曰く、すごくね髪の毛が乾燥しやすい人らしいのね。肌もそうだし、だから乾いてる時も私はこうちょっとこうオイルをのせてあげた方がいいよって言われて、で毛先だけじゃなくてこの顔の周りとかも手のひらに残ったぐらいのやつをなじませてあげると、ちっちゃい赤ちゃんの毛みたいなやつがまとまっていい感じになるよみたいな。出来上がりました。ちなみに今日ね、これはフォーエバーで買ったチョーカーでしょ、おばちゃんとソルでつけてるネックレスでしょ、ボブマーリーのね水着みたいにつながってるやつを着て、その上に、パンツを着てます。いや、なんか長い動画を見たいっていうコメントを読んだ時に、あ、なんか意外だなって私の中では思って、なんかこう10分以内に収めないとこうつまんなくなっちゃうかなって思ってやってなかったんだけど、たまにこういうのも載せようかなって思ってます。Thank you so much. 感じで、今日も見てくれてありがとう。 Thank you for watching. And remember, you are beautiful as you are. Bye. Mac のプレップ&プライムフィックスのスプレーで、あ、目がかゆい。うん、すごいいい感じ。あ、もうカメラがヒートアップしてる。前の動画かに、ブラ。ブラの動画を作る。 Here you go, I found it.